床から糸ベータ糸アルファを介してつながっています今全体は静止してますから力の釣り合いを考えることができますまずこの板と B ですけど板や B 同士に及ぼし合う力を考えなくていいですよね全体をひとまとめとして一体として考えると簡単ですねただカッコ2番の U みたいに板と B それぞれ及ぼし合う力は別々に考えないかん B と板を一体として考えてあげるとまず働く力は張力 T1 とします質量が2つ合わせて m たす m だから重力は G ですね同じ大きさの張力が低下下のこの部分に働きます左側も一緒ですそしてこの重りのところに糸の張力が同じ大きさ T1 次、ベータの張力を T 2とします。重力 Mg。では、それぞれの物体で力の釣り合いを立式します。B と板をひとまとめとした物体は、上向きの力 T イコール重力これですね。重り A ですけど、上向きの力 T イコール下向きの力重力足す張力 T 2。2 これ左辺一緒ですからイコールでつないであげたら右辺同士計算できますね。MG が消えます。したがって張力 T2 はラージ m g ね。次。ガンマの張力っていうのはこの低滑車を引く力 T3 です。低滑車も静止してますから力のつり合いが成り立ちます。T3 イコール T12 つですね。答えはこんな感じで出てきます。次。 床とつながる糸をちょん切りましたそうすると全体がガーッと動きますねまず B と板が下向きに加速度 A で運動します下向き正としましょう一方でこの A は上に引っ張られますから上向き加速度 A 上向き正の向きにしましょう、まあ、こんな風うに加速度の向きは正の向き,と加速度の向きと正の向きは揃えておくそれからここに生じる加速度は同じ大きさです 理由は糸でつながってるから同じペースで運動するんやね力を書き込みましょうか今回も B と板に及ぼし合う力を考えなくていいのでここは一体として考えますなので重力は m たすラージ mg それから張力を t とします同じ糸でつながってます A に働く張力も t ですそして A の重力 mg ほんなら運動方程式 P と板は質量が m たす m。ラージ m で力正の向きの力は重力で正の向きと逆向きに張力それから A は質量 m で加速度 A そして正の向きの力は張力で逆向きの力重力はマイナスですでお決まりの式変形がありますよね右辺見てもらったら張力同じ文字で符号が違いますよね。 だから、辺辺足し算すると消えてくれます。したがって、左辺同士計算したら、M が2つありますよね。だから 2M になります。で右辺は、ここの M とここの M が消えます。だから、この MG だけが残りますよね。なので、加速度が出てくるよ加速度が出てきたら、あとは等加速度運動の公式。時間を出さなあかんから、めんどくさいけど、S イコールの公式です。 加速度 a を使って表してから代入しましょう。次、カッコの E ですけど、さっきと同じでここには t 働いてます。ここにも t 働いてます。で、t ダッシュを求めましょう。中問題ですね。低滑車を介して物体が動いてたとしても、低滑車に働く力は釣り合ってます。だから t をまず求めたいね。で、この t っていうのは、まあいつものように簡単な方の式、丸四式。 の方にこここで求めた加速度を代入しますこの部分左側から m で右側 g でくくったらこの分数足す1になりますだから通分したらこれやねそうするとラージ M2 つありますから2ラージ M が出てきますよねなのでここの2と合わせてくくってあげると頭に2が出てきますこれが聴力ねでガンマの張力 t' ダッシュは t 足す t と釣り合ってますから2倍してあげたこれが正解ですねということで今まで板と B は及ぼし合う力考えなかったから一体として考えてたんですけど今度は何を求めろって言われてるかというとこの赤色の矢印なんですよ B が板に及ぼす力を求めなさいと言われてますから板に働く力を考えて 運動方程式を立式して考えなあかんのですよでもこの問題板の質量が分かってないでしょだから板の重力が分からないから板の運動方程式作って求めること無理なんですよじゃあどうしようかなって考えたときにあ、求める力って B にも働いてますね作用反作用で同じ大きさで向きが逆の力 N を求めたらいいよねって考えるんですよ ほんなら B の運動方程式は簡単に作れますね B の質量は m で働く力は重力 mg と今求めたい板が B を押す力 n まあ垂直抗力みたいなもんやね。n イコールに直したら加速度は分かってますよね。なので m で左側からくくったら1引く分数になってこれ通分してあげたらこの m が消えてくれますよね。 したがって M、2m たつラージ M 分の 2mmg となります。